県民もそれほど方言を知らないってかさてここで問題です沖縄に自生する植物です「沈黙」とは何でしょうかこれは難しい問題です 私も具体的に知りませんでした沖縄の歌に「チンヌクジューシーヌクトンドウ」という歌詞が出てくるので「チンヌクジューシー」という言葉は知っていましたがその「チンヌク」とは何なのか全く知りませんでしたでこれは沖縄方言がよく分かっていない 私だけの問題かと思い私と同年代の友人2人に「ちんぬくジューシー」の「ちんを知っているかと聞いてみたところ2人とも知らないと答えたのでした2人とも60代後半のうちなあん中です「ちんとは 里芋のことです。本土の里芋と大体同じですが、亜種になるのかもしれません。調べてみると、里芋科の多年生層で、原産分布はマレーである。葉が緑色のものをウチナーチンヌク、紫色のものをアメリカチンヌクというらしいので、 日本の里芋とは少し違うのかもしれません話を戻します先ほども言いましたように歌の中に「沈黙」という言葉が出てくるので頭の中に名前は登録されていましたが実態は知りませんでしたなぜ今ここに「 チンヌクの話を出すのかというと先日中城のパン屋さんに行ったところちんくを食べたんですちんくは芋と同じように炊き込みご飯に入れたり天ぷらにしたり野菜炒めに入れたりするのが一般的です私が食べたのはなんとパンにトッピングされていました そのパン屋さんが作るパンの中にチンぐくりのパンがあったんですそれを買って食べてみると知らない人が食べるとチングくはじゃがいもとほぼ同じような食感と味わいでした小さなサイコロ状にカットされたチンぐがケーキのようにパンに乗っていました。 ああ、話が迷走しています何が言いたいんでしょうか沖縄方言もそうですが言葉とは不思議なものですつい50年ほど前は普通に使っていた言葉が今の世代で忘れ去られてしまう おそチン陳クは戦前から沖縄の食文化を支えてきたと思うんですがそんなにも活躍した食材が現代の沖縄で忘れ去られてしまうとは現代のうちナアンチちょっと反省ですね今回の件でそんなことを考えてしまいました さてここからは来週の配信報告です9月12日月曜日沖縄戦関連の動画となりますしかしとても軽いお散歩動画に待っていますどうぞ見てみてください嘉手納町の水源を探して その近くにある米軍の上陸地点の記念碑を見る動画になります米軍上陸の地碑は読谷村にありますが嘉手納町にもあります今回は嘉手納町の記念碑を見てきました9月14日水曜日糸満ロータリーのそばにある小さな丘 サンティンモーの動画です糸満ロータリーを見下ろす形の小さな丘に上がって糸満の歴史を振り返る動画になりますそうそうここでも小高い丘に上がると下に小さなフィージャーを発見しましたどうぞご期待ください9月16日金曜日 沖縄県庁近くの食堂を訪問します。視聴者さんがおすすめしてくれた食堂に行ってきました。さてどうだったでしょうか。来週は以上の三点になりました。どうぞ来週も、街歩き沖縄の動画をお楽しみください。